J コムからお届け超婦人図鑑。さあ始まりました、 J コムがお届けする全国ご当地人図鑑の調布バージョン、調布人図鑑の番組 MC を務めさせていただきます金子のりひとです。この番組は毎回調布市で活躍されている方にいろんな話を聞いてしまおうという番組です。今回のゲストはザザン、劇団深海魚の座長、新崎明です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんな新崎さんには3つのキーワードに沿ってお話を聞いていきたいと思います。1、泣いて笑って感動する。2、14歳で映画の監督に。3、調布で国際映画祭を。ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。劇団深海魚とは、まあ、僕はもうね、はい、存じておりますが、はい、ちょっと教えていただいてよろしいでしょうか。はい、劇団深海魚というのは、はい、舞台内容を見てもらったら明日からちょっとこう頑張ってまた生きていこうかなというですね、はい、そんな風に思っていただけるような感動する作品作りを目指しています。はい、働きながら演劇をやっているメンバーたちが多いんですけども、やっぱりこう生活というか土台大事なので、まあもちろんですね、業界って大変じゃないですか。はいはいはい、ですからそれぞれしっかりと仕事をした上で、はい、学生しっかり学業やってもらって、その上で夜にまた練習をしてという形なんですけども、はいはい、一つちょっと特徴があるんですけど、はい、うちはですね空手もやってるんですね。実践空手やってるんですけど、はい、その実践空手も同時入門していただく形で、空手をやりながら演劇もやっていただくというですね、はい、そういうちょっと不思議な劇団です。まあ、もちろんそのなんていうか希望してないのにその、はい、無理やりやらせるってことはやってないんですけども、でやっぱり業界って礼節厳しいですよね。あ、そうですね。まず礼節厳しいし、それからやっぱりその例えばほんの少しのアクションというか、うん、お母さんが子供をバンってぶん殴る、これだってアクションですよね。そうですね。ですからお芝居の中で、そうですね、はい、ですから体の動かし方も含めてそういうものが全部その中に入っているので、まあ、礼節も大事だし、それからとやっぱりもう大変ですからね、仕事終わった後に稽古したわけですから、精神力もとても大事になるので、その精神力を鍛えることにもなるので、もういろんなこと考えたらもうこれやっておくのが一番だと、そういう劇団です。今現在その何人ぐらいいらっしゃるんですか。トータルでちょっとお休み、今仕事忙しくて休んでる方もいるので、トータルでは十数人ぐらいいるんですけども、はい、主に今舞台で表で立ってるのが、まあ、大体6人ぐらいでやってて、あとスタッフの方にもあったりとかしてます。はい、拠点はどちらなんですか。これは調布のですね、はい、柴崎駅のもう北口をもうちょっとですね、はい、改札出て振り返ったらだるま堂っていうですね、はい、実は僕昼間だるま堂両術院っていう院長やってるんですけど、整体師なんですが、はいはい、昼間はもうしっかり僕も整体の仕事をやって、はい、夜になったら劇団にこう変身するんですね。道場を全部治療室とか片付けてですね、はい、それ結構まあ少しは広くなるもんですから、はい、そこで夜は演劇の稽古をしたり、日によっては空手だけの稽古になったりとかですね。空手も真似事じゃなくて本当の武道なので、空手着を着て昇級昇段制度も設けてるので、空手だけ入門ももちろん OK なんですけど、はい、どういうふうなこう経緯で結成されたんですか。まあ、実を言うと30年ぐらい前に、はい、吉祥寺の方でちょっと仲間で演劇活動してたんですね。その頃は坂本龍馬というのをメインにずっと活動していて、はい、でそのメンバーたちが少し集まってきて、はい、再び2008年に、はい、結成したんですね。やりたいなと。で、まあ、ちょうほど、県内で必ず舞台公演もするっていう形で、はい、グリーンホールだとかですね、はい、辻ヶ丘にある児童館ホールとか、こういった施設を使って公演活動をしております。どのくらいのこうスパンでこう公演、年に何本とかそういうことは、まあ、大体決まってるんですか。基本的には1年に1回やろうっていう形でやってるんですけども、はい、新しい新作発表した時にはその1年で最高3回公演したことがあるんですね。冬場とちょっとこう5月とまたクリスマスの時期とですね、3回やったんですけど、さすがに3回やるとみんな仕事してますから、これは大変ですよね。相当ハードだったんですけど、だいたいそんな感じでやっております。今までこのどういったその内容の舞台というか、はい、お聞きしてもいいですか。今はですね、はい、宮沢賢治がまずメインになってるんですけど、はい、で最初にやったのは宮沢賢治とそのサンテクジュペリっていう星の王子様ですね。ります、はい、この物語と宮沢賢治の夜高の星っていう名作があるんですけど、はい、これをですね融合させたような物語を考えたんですね。
その物語で非常に感動していただいて、はい、でその後作ったのがシリウスゲームっていうですね、はい、これあのスパイの物語ですね、第三次世界大戦が また変わりますね。そうですね、はい、第三次世界大戦がですね、はい、危機が起こる、それをですねいかにしてスパイたちが防ぐかなんですけど、実はこの時に草刈正雄さんが来ていただいて、はい、草刈正雄さんが大変感動していただいてですね、まあ、そんな経緯もあってですね、はい、これはこれでまたグリーホールでやったんですけど、非常に、はい、評価高くいただきました。その例えばですけど、今おっしゃったその2つ、ヨダカの人、はい、はい、やつですね、あと、はい、そのシリウスゲームっていうやつって全然こう内容は違うじゃないですか、はいはい、でもその共通して何か、このどの作品にも共通しているものって何かありますか？ありますね。人はその変われるのかっていうことがありますね、はい、それはなんか新崎さんのずっと思っているテーマみたいなものだったりするんですか？そうですね、僕自身としてはその人は変われると思ってるんですね、はい、だからなんていうんですか、いろんな体験や経験をしながら人はこう成長していくことができるっていうんですかね、はい、だから例えばあの人は絶対許せなかったっていうことがですね、はい、最終的に自分の経験を通して最終的にはその人を許すことができるようになって、そしてまた愛することができて絆を結ぶことができるっていうですね、はい、そういう風な描き方を常に心がけてます。どういった方に見てほしいとか、そういうのってありますか？子供からですね、おじいちゃんおばあちゃん家族3代が見に来てですね、そして笑って泣いて感動してですね、はい、よし明日から頑張ろうとかですね、はい、それから実はですね、明日電車に飛び込むつもりだったんだという人がですね、はい、思わず公園見に来たら、なんかいやちょっと待てよと、もう一回頑張ってみるかって思い直してくれればいいなと思ってですね、そういう風な作品だったらいいなって思ってます。はい、なるほど。まあでも本当に笑って泣いて感動するっていう舞台って難しいですもんね。そうですね、本当にそれを、やっぱりこう見て、はい、でそれでまあ明日の活力になる、はい、やっぱりそういうものじゃないですか舞台って、はい、そうですね、やっぱりそれでも楽しみですね、うん、遠くに行きます。14歳で映画の監督にということで、はい、その舞台のお話ですけども、はい、脚本も演出も全部されてるんですか？あ、そうです。これはだからいつからそういうその世界に興味を持たれたんですか？はいはいはい、衝撃を受けたのはですね、はい、小学校1年生で見た時のゴジラだったんですね。でこ の, 本田石郎監督のゴジラを見てもうびっくり仰天して感動してですね、はい、で僕はですねその瞬間から映画界に入りたいと思ったんです。小学校1年生で。ただですね、はい、僕が入りたいと思ったのはゴジラになりたいと思ったんですね。ゴジラの中に入りたいとかじゃなくて、ゴジラの中に入りたかったんです。ゴジラになりたい、ゴジラの中に入ってですね演技をしたくなっちゃったんですね。もうそれがですね、もうとにかくゴジラを見ると興奮して、ゴジラの作品がシリーズありますけど、はい、今でもそうですか？今もだいぶ落ち着きましたけど、ゴジラの作品新作が公開される前日は朝まで眠れないですね。遠足の、はい、興奮よりももっと興奮してですね、もう全然眠れないですよ。で、まあ、このゴジラからだんだん成長していきますから、はい、子供からですね、はい、次に影響を受けたのがもうブルース・リーなんですよ。もうブルース・リーでまたカーッとなって、もそれがなんていう空手をやるようなきっかけにもなっていくんですけど、だからその、はい、幼少時代というか小学校1年生からその時ぐらいにもう全部がもうできてるわけですね、今の素地というか。そうですね、だってその演劇をやりたいっていうのと空手をやりたいっていうのが両立されてるわけですから、全部夢叶ってるわけですよね。そのブルース・リーの影響を受けたちょうどその後ぐらいにロッキーがちょっと初めて出てきて、このロッキーにまた僕実はですね、分かると思うんですけど、全然勉強しないんですよ。もう分かりませんよ。授業中にゴジラの絵ばっかり描いてでですね、それで先生にバレて怒られたこと何回あるか分かんないし、もうブルース・リーってなったらもうブルース・リーの真似事ばっかりやったりとかですね、トレーニングしたりとかしてですね、どうしてもですね、今度は自分がなんて演じる側になって、要するに出演したいと、そのためには映画を作らざるを得なくなるわけですよね。50機を作るんですか？53 それがですね、実は、はい、まあ、一番はそのメインはそのブルース・リーみたいなアクションなので、はい、それで、考えたのがそのなんですかね、このどうしようもないこう無気力な少年が、はい、街がその危険な目に侵されていって、うん、そしてそれ
レーニングを積んでですね、それでヤクザたちと戦っていくような物語ということで、うん、作ったのが10制作映画ですね、はい、中学2年生の頃ですから、父が持っていた8ミリビデオを、はい、もら8ミリ、カメラですね、はいはい、8ミリフィルムですよね、はい、ですからその8ミリフィルムを、使って、はい、そして8ミリ映画をですね撮影するってことをですね、中学2年生の時にやった。それがファイトっていうですね、うん、まあ、中学生レベルですから、うん、ファイトだっていうね気持ちでその映画を作るんですけどね。それは今でも残ってるんですか？今でも残ってます。それ見返したりすることってあります？今になって付き合わされてきた同級生というか友人とかですね、はい、みんなやられ役でひどい目に遭わされたみたいでですね、はい、今になって酒の席でその頃の話題になって、はい、あの頃の映画見せろとか言ってですね上映会をしたり。そうですね。あ、でもいい思い出ですね。そうですね。役者をやろうと思っていましたか？はいはい、それと、ね、それ武道家になりたいとか、はい、やっぱりですね、自分はやっぱりその役者にもなりたいという思いがあったので、その俳優にはなってみたいと、はい、俳優でチャップリンやですね、はい、そのブルース・リーやシルベスタ・スタローンのようにですね、はい、自分で出演もして、そして自分で作品も作ると映画監督もなるっていうのをやりたかったんですね、はい、で最終的には自分が完全に監督だけをやるっていうのもやりたかったんですけど、まあ、その理由は黒澤明監督の黒澤映画に目覚めてですね、はい、黒澤作品がそれこそ黒澤作品の生きるっていう、ね、うん、映画なんかはもう感動的ですね、ですからそのためにですね、まず必要なのは、僕はなんかですね、自分が有名になるために目指そうと思ったのが、まず空手で世界チャンピオンになって、その名のもとに俳優を目指して、そしてその空手が本当にこう強い世界チャンピオンがまた俳優になって、その上で今度はその俳優が映画を作るんだっていうふうにできたらなっていう、そういう、こう理想を抱きながら来たんです。まあ、真っ直ぐじゃないんですよ。だからこう直線的ではないですよね。だから、役者をやろうって役者になるんじゃなくて、一回こう空手の世界チャンピオンになりたいってなったんですか？それでこう、役者になる。そして世界チャンピオンになるわけですか？いや、全然実はですね、交通事故にあってですね、あらら、バイクでちょっと足を痛めちゃって。まあ、もうバイク乗らないでくださいじゃん、もうそんな大事なと。半月板の損傷をしちゃって、もうすっかりそのことから違う道に行くんですけど、はい、健康業界に行くんですよ。ほう。で、まあ、いや、医療認可を受けてる健康器具の販売とか、はい、そういった方向に行くんですけど、はい、そこで自分の足を治しながらみたいなことになっていってですね、でもその間もう空手は僕はできなくなったと思ったので、はい、その劇団ぐらいだったらできるんじゃないかと思って、当時もう30年前にこの仲間集めて演劇活動をするんですね、はい、でその頃からその昼間は健康の健康産業の、ね、世界で仕事やって、はい、そして夜になったら何ですか、劇団をやるみたいなことやっていって、この営業の世界でずっと行くっていうのはもう自分の道じゃないと思ったんですね、で7年後ぐらいにその世界から出てですね、はい、脱サラをして、はい、そして今度はその劇団もですね、思い切って解散して、はい、そして今度はその映像の世界に入ったんですね、それは役者側というか撮る側、役者もやりながら脚本書いて、脚本か、それを執筆してはいろんなプロダクション持って制作会社持っていたりとか、そういうことやっててですね、いろんなとこ持っていたりとかしながらやってたんですけど、これがちっともうまくいかないですね。もう極貧の生活になっちゃってですね、5年間ぐらいはもう本当になんていうか、まともに生活できなかったですね。あ、そうですか、ここだけの話はバレちゃいますけどね、はい、借金作ってしまうことになっちゃったりとかして、まとめて払わなきゃいけなくなるから、遠くの長野県の田舎に行って、住み込みで農業やったりとかですね、そうするとお金使わずにお金貯めますからね。そうですね、山梨県の富士山の近くに行ってホテルでですね、はい、ホテルマンやって、またそこで住み込みでずっと稼いだりとかですね、しまいには漁師みたいなことまでやってですね、そうやってなんか全然自分と違う、自分が目指したものともうまるで違う道をずっと。それでもやっぱりその熱っていうのは、情熱っていうのはやっぱ燃え続けたわけですか？船に乗ってる時にマスをね、こうずっと早縄で捨てる時にマスを握りしめながら、はい、俺は一体何をやってるんだろうってね。めっちゃ
おもろいじゃないですか。だからそれはでもとても貴重な体験だったんですね。そうですよね。やっぱ違うね、全然違うところをこう通過するんですけど、だからといっていい加減しませんから、一生懸命もう誰にも負けないぐらいね、そのところで頑張ってね、一生懸命やって、はい、で最終的にまた東京に戻ることができて、はい、また執筆活動しながら、はい、まあ、そういう中で今度はあの株式会社メディアエイトっていうですね、はい、極真空手をメインにしてやっているあの映像会社があったんですけど、ね、そこの、 あの社長と出会って、はい、そして、まあ、僕の作品とかいろいろ見てもらったら、もういきなりあの君を監督に寄与したいとか言い始めて、はい、そこからもういきなり今度は作品作りが始まっていくんですけど、そうです。あのすいませんけど、はい、皆さんにお聞きしているので、はい、あの座右の銘をお聞かせいただいてよろしいでしょうか。はい、あの石上十年と言いまして、はいはい、石上十年って初めて聞きました。はい、これはもう分かると思うんですけど、はい、石の上にも3年という言葉がありますけど、はい、そうじゃなくて10年ということですね。あ、これはですね、あの僕の、まあ、大師匠であられる、はい、大師匠であるあの大山増達ですね、はい、牛殺しの大山増達、この、まあ、僕は大山総裁と呼んでますから、はい、大山総裁がですねよく言ってたんですね、はい、あの空手の道はですね、はい、握りに3年、はい、立ち方3年、はい、つき方3年なんて言ってですね、はい、9年やらなきゃ空手の門に立てないよとか言ってですね、そうやって言うんですよ、はい、要するに10年経って初めて空手の門に立つんだというおっしゃるわけですよ。まあ、いろんな世界にいたんで、はい、実感したのがやっぱり3年ぐらいじゃやっぱ足りないですね。あ、10年ぐらい、どの世界でもそう思うんですよ。あ、もう本当10年ぐらいやって初めてその門の前に立つっていう言葉がですね、うん、本当にこう実感できるんですね。確かにそうかもしれません、ね、はい、ありがとうございます。すいません、トークさんいきます。調布で国際映画祭をやりたいですね。これそうですね、やりましょうよ。できるんじゃないですか。もうだって映画の町調布ですか。40社ぐらいなんか映画関係の会社があるってね。あ、そうなんですか。そんなにあるそうなんですよ。もちろんあの石原プロモーションもありますしね。ありましたっけ。日活やね。これからあの演劇から自主制作ですけども、はい、あの映像作品に取り組むつもりでいるんですね。やっぱこの調布をですね、国際映画祭、調布映画祭じゃないですよ、はい、調布国際映画祭なんです。調布しかない特殊な映画祭にしたらいいんじゃないかなともちろん思ってるんですけど、例えば、まあ、一つはあのいわゆるその学生とか子どもたちに向けた国際映画祭っていうのが中に部門の中にあってもいいんじゃないかと思うんですよね。そういうのはあんまり世界にないですからね。あと2つあるんですけど、これはあの今言っちゃうとあの他の映画祭で撮られてしまいますから、はい、それはちょっと秘密にさせてもらって、映画で世界中の人が集まってくれるそういう都にできればいいんじゃないかと思いますね。 そうですね。そしたらうちの劇団今あのなんですか、出演者も歩いて調布に行って映画祭出れますんで、はい、なんかそのためみたいになっちゃって劇団としてはこれからどんな作品をやりたいとかってありますか。はい、銀河鉄道に乗った詐欺っていうのがあったんですね。詐欺師が逆に騙されて自らを、ね、このこう成長して生まれ変わって真っ当な人間になっていく物語をあの作品にしてるんですけど、これを一つ映画で、作りたいなと思ってます。あ、はい、なるほど。そのこれからの活動とかですね、いろいろ知りたいってこう思われた方もいらっしゃると思うんですけども、はい、その方たちはどうやって知ればいいですか。あのまずはあのホームページに、ホームページ、はい、劇団新海魚 の、 あのホームページやそれからフェイスブックなどで、はい、あとはあの劇団新海魚のブログとかありますので、はい、そこ見ていただくとあのいろんな細かいことも出ておりますので、ちょっと体が痛いなっていう方はどうでしょう。はい、ちょっと体が痛いのうちのだるま堂両日って整体昼間やってますから、あのいろいろとねあの体のお悩みがある方、はい、お越しください。はい、その心技体をねこう鍛えたいという方はぜひ、はい、まあ、新海洋のホームページ、はい、そしてだるま両術品とかですね、はい、あと空手の方もですね、はい、ね、ぜひ来ていただければと思います。はい、本日ありがとうございました。どうもありがとうございました。